です。なんか匂うな。体の匂いって気になります。なんで匂いが強かったりそうでなかったりするんですか？そう？そんなに気にならないけどな。なんか気になるんですよ。やっぱりパンダだし、一応動物界のアイドルだし、ほら神戸にはフラミンゴ臭いって言葉もあるから。まあ匂いはその時の体調を表しますからね。体の中には気血心液って3つの要素があるんですけど、これらが巡って健康を維持するんですよね。この血と心液、まあ水分が乾燥したり停滞して濃縮されると匂ってきますね。乾燥と停滞？そう、乾燥は熱が多い時、体に熱が多い時に体の水分も濃くなります。夏場や甘いものやまたお肉などを食べ過ぎていると体の熱のこもった体質になってきますよね。その時に水分も乾燥して濃縮されます。病気で熱がある時なんかも同じですよね。おお、運動部のこの夏の汗がきついのもなんか納得。これらは尿や唾液、汗なんかも全て濃くなるから匂いが出る時がありますね。それから停滞する時、この時も匂いが出る時あります。栄養が濃く濃縮された感じになります。これはイメージの違いですが、熱が多い時には風に乗って匂いが漂ってくることがあります。逆に栄養が多くて中で濃縮されてしまっている時、これは嗅いでみないとわからないことが多いです。人にはわからないけど自分にはわかる時、これは中で停滞するタイプです。これは陰陽？そう、陰陽。だから陽の時には外に向かうし、熱で乾燥気味なのできつくなります。陰の時には停滞してこもってる感じで、甘い香りの時なんかも陰の時かもしれないですね。なるほど、陰陽どっちなんだろう。黒いところは停滞で白いところは外に向かっているのか。パンダの白黒は置いといて、複合型もありえますよね。皮膚がむくみで停滞、中は乾燥濃縮で匂いがきつくなる。すると汗の出るところから匂ってきます。脇とか足の裏、頭や首筋、わかる。これって体質診断の目安にもなりますよね。そうですね。匂いが気になるとき、これは今までと体質が変わったときを表しているかもしれないです。だから何か体に変化があったこと、これを気がつくためにもちょっと気にしてみるのもいいかもしれないですね。わかった。ファブリーズよりも体質改善だ。また勉強になった。よし、もっともっと勉強頑張るぞ。いつもニコニコ注意学、笑顔の処方箋。